岡崎美穂殺愛番組おみほと。本日お招きするゲスト様は高橋洋子さん、宮野真守さんのお二人です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんということでしょう皆さんレジェンドのお二人がおみほとに来てくださいました。ウイウイシーが過ぎるよね。過ぎるのよね。過ぎますか。過ぎるのよ。ちょっと削っていきます。いいのよいいのよ。あのいろいろなお話を伺わせていただければと思います。はい、お願いしますね。よろしくお願いいたします。おみほとゲストの方々のご紹介をさせていただければと思います。1991年ソロ歌手としてメジャーデビュー、レコード大賞新人賞、優先大賞新人賞を受賞し、1995年新世紀エヴァンゲリオンの主題歌残酷な天使のテーゼが大ヒット。近年はフランス、北京、香港、広州、上海、台湾、ロシアなどでエヴァンゲリオンワールドツアーを実施するなど、活動は国内にとどまりません。12月20日にはデジタルシングルファイナルコールをリリースされた高橋洋子さんです。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。レジェンドが過ぎるのよ。もう過ぎるのよね。呼び名だけ。そんなことはありません。続きまして、2001年に声優デビュー以降、デスノートや機動戦士ガンダム00などで注目を集め、数々の話題作で主演、また俳優として劇団新幹線ドクロ城の7人シーズン付き加減の月、ブロードウェイミュージカルウエストサイドストーリーシーズン1で主演を務め、はい、さらには歌手としても2008年にシングルディスカバリーでデビュー。キングレコードね。声優、俳優の現場で培った豊かな表現力と類いまれなる歌声を武器にファンを魅了し続けていらっしゃいます。はい、そしてまた2022年3月9日にはライブブルーレイ &DVD マモルミヤのカムバックライブ2021リライビングをリリースされるミヤのマモルさんです。やったっけ。つまりはだからスーパースター。スーパースターです。もうキラキラです。先日発表されたんですけれども、今年の6月25日の土曜日、そして6月26日の日曜日にメットライフドームにて、キングスーパーライブ2022の開催が決定いたしました。ついにということで、キンスパですね。はい、あの高橋さんと宮野さんのご出演も決定して、おられますし、なんと私岡崎もですね、今回光栄なことに初めて出演させていただけるということで、すごい緊張するよ。もうね、すごい緊張する。それでは早速ゲストの皆さんにどんどん質問を私からさせていただきたいと思います。はい、ということでまずは高橋さんにご質問させてください。はい、新曲ファイナルコールについてお聞きしたいのですが、はい、高橋さんのこう鋭く突き刺さるようなパワフルな歌声、かつなんか豊かに包み込むようなそんなあの歌声がとても素敵で、私も感動してしまったんですけれども、包み込む包容力のような、この楽曲ではあの作詞も高橋さんがご担当されているとのことで、この楽曲に込めたあの高橋さんの思いっていうのを改めてあのお伺いできますでしょうか。はい、あの昨年エヴァンゲリオンがとうとう終わってしまいまして、ね、でその終わるということで、あの実際は私がこの詩を書かせていただいた時はまだ作品も見ていない状態で、どんな内容になるのかも全く分からなかったんですけども、でもその中で私が今書けることは何だろうって考えたら、エヴァンゲリオンが大好きなファンの私、それからあのアンバサダーとして応援団長のような形でやらせていただいた私、この両方の側面から、ファンとしてはこういう歌だったらいいな、こういう歌詞だったらいいな、こういう内容だったらいいなという気持ち、それから、皆さんにアンバサダーとしてはありがとうを伝えるということの両方でこの楽曲を制作しました。そうだったんですね。はい、アンバサダーとしてだけじゃなくファンとしての目線っていうのも大切にされていたんですね。もうあの単純に好きだからもうどうしてもそうなってしまうという、はい、そんなこのファイナルコールなんですけれども、ズバリこう聞いてくださる方どんな時に聞いていただきたい。はい、はい、あのエヴァンゲリオンのファンの皆さんならお分かりだと思いますが、終わったというその最後が見れたっていう達成感、生きている間に見れてよかった、はい、そしてもう一方では終わってしまった、どうしたらいいの私、ね、これを行ったり来たり行ったり来たり大忙しですよ。そんなあなたにおすすめするファイナルコールは学園祭の最後、みんなで高野祭のこう火を囲んでいる時に、
終わるよね学園祭。でも明日から新しい一日が始まるんだよねみたいな。確かにです、ね、そんな気持ちになって聞いていただきたいということでございます。なるほど、なんて豪華な説明なんだ皆さん絶対聞いてください。だからファイナルコールはファイナルコールって叫んでるけどそれが始まりなんだと、はい、いうことにしたかったので、あえてこうハッピーな感じで明日へのまた第一歩でもあるという、はいはい、ところが、あーもう私もことあるごとにファイナルコールを聞かせていただきます、ね、何か終わったらすぐ、ね、すぐ次に向かって、はいはい、お願いいたします。ありがとうございます、はいはい、ということでたくさん質問に答えていただきありがとうございました。ありがとうございます、はい、続いては宮野さんにご質問させてください。はい、はい、どうぞ。はい、マモルミヤのカムバックライブ2021期ライビングが、前回のライブから760日ぶりの有観客ライブ、はい、ということもありまして、うん、私も見させていただいたのですが、うん、ありがとう。はい、オープニングからちょっと涙が出てしまって、うん、こうそのまあ、年月もそうなんですけど、うんうん、宮野さんやそのチーム宮野さんが作り上げられているこのステージにかける思いの大きさに胸を打たれてしまって、うん、こう改めて宮野さんご本人がどんなお気持ちでステージに立たれていたのかっていうのをお聞きしたくて、うん、僕もどんな気持ちになるかなって本当ずっと、うん、そこは分からないままでしたね。じゃあこうやらせてもらえるってなったら前向きに今の自分ができる全てをの表現を注ぎ込みたいという形で向かっていって、でもそれが2年ぶりのライブとなるとなんかこうなんか不思議な気持ち、ドキドキもするけどいろんなことを考えてしまうけど、最終的にはこう思いが伝えられるライブにできたらいいなという、はい、僕らはエンタメを諦めずに、みんなに楽しいものを提供し続けるよっていう、はい、だからその決意みたいなものを1曲目から、伝えられればいいなというふうに、ステージに立ったんですけど、でもやっぱり立った瞬間はなんかこう、やっぱ嬉しかったです。うん、僕のライブに目の前にファンのみんながいてくれるっていう状況はなんてかけがえのないものなんだろうなっていう、その感動に浸っていましたね。やっぱり最初のオープニングはちょっと泣きそうです岡崎ちょっと気になったことがありまして、リライビングというタイトルは、うん、どういう意味が込められているのかっていう、そのリビングっていうライブがメットライフドーム、初めてメットライフドームに立てるドーム公演ができるっていうライブだったんですけど、それが2年前に中止になってしまって、で今自分にできることは何だろうということでロードトゥーリビングを掲げて、いつかみんなの前でライブができるようにという思いで動画配信を始めてみたりとか、もう2年経って今できることも変わってきてるし、だから新たに生まれ変わった、ここからまた新たなエンタメを始めるんだという意味でリライビング、生まれ変わるっていう、またここから再出発するっていう、そういう思いを込めて、でその中にはちゃんとリビングの思いも入っているしっていう、そういう思いでつけましたね。宮野さんご自身が考えられた。そうです、天才なんで。天才です、はい、素晴らしいです、はい、そうなんです、はい、改めてお聞きできて嬉しいです。あ、よかったです。ありがとうございます、はい、質問してよかったです、はい、もう一問よろしいでしょうか。どうぞどうぞ。はい、今回 の, リライビングの中で の,、はい、こだわりだったり、こう演出でここが良かったなっていう思い出話や裏話などございましたらお聞きしたいです。僕の今までのライブって結構参加型を大事にしていた。そうそうそう、声を出し一緒に歌ったりとか、時には映像を駆使してコントをしたりとか、いや最高ですよねそう、でも今回いろんな制限があって、まあ、映像撮影もできなかったし、でお客さんもこう声を出せない中で参加型って結構難しいなと思ったんで、なんか面白いものずっと提供し続けるみたいな、そういうライブにできればいいなと思ったので、新たな曲でもパッと見た時に一緒に身を見まねで動ける、踊れる、その振り付けにしてみたりとかっていうのをやったら、やはり最初はみんな分かんない中でもだんだんこう揃ってきて、なあ皆さんで一体感が増していってみたいな、はい、そんな空間が作れたので、それは良かったなというふうに思います、はい、素晴らしいですね、はい、宮野さんの目から見えた景色を想像すると、はい、なんか胸が高揚します。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。ありがとうございますありがとうございましたお見事はまだ続きます。ああ、そうですか。お見事はまだ続きます。ありがとうございます。戻ってきてください。
ありがとうございます。ありがとうございます。次の質問なんですけど、はい、今後の私の成長のためにお伺いしたいことがございます。ああ、何でも聞いてくれよ。あ、何でも聞いてくれよ。実は私給料あ大事大事大事一本の値段がねスタッフさんから NG が出てマネージャーからガチ NG が一本の値段がねすいませんちょっと番組の力をお借りしてお聞きさせていただきますが、宮野さん の歌詞だったり曲のイメージをこう、うん、歌声を通して伝えるやっぱり表現力にいつも岡崎が胸を打たれているんですけれども、あの声優のお仕事、まあ、いわゆるお芝居で培ったことがやっぱり歌に表現として生かされているのかなっていうところがすごくお聞きしたくて、プロデューサーとかディレクターさんとかに宮野くんの歌は歌詞が伝わってくるねって最初に言っていただいたんですよ。そこはだから僕はそんなに意識してるつもりは最初はなかったんだけど、これは大事にしていこうというふうに思いました。だからその今でもお芝居のお仕事をさせていただけてるので、その気持ちというものをしっかりこう、はい、込めて歌の時にも歌ってますね、はい、でこれからきっといろんな活動をしていく中 で、はい、でそれが助けてくれる瞬間がどんどん多くなってくると思う。例えば、はい、さっき言った歌詞を書くってなった時には、はい、その本当に僕は声優アーティストでありがたいなって思うのが、自分が実際に実感として演じているからこそ、はい、すごい実体験のようにその世界のことを言葉として綴れるんですよ、はい、それってやっぱり特徴的だなってすごく思って、でだから僕らにしか書けない歌詞っていうのが必ずあるので、うん、はい、なのでその役の思いとか作品への愛情とかこだわりみたいなものは、はい、すごく大事にした方がいいと思います。でも作品との出会いは本当に成長させてくれると思うので、はいはい、ありがとうございます、はい、はあ、すごいご本人から貴重なことを、うん、はい、そして私高井さんにお伝えさせていただきたいことがありまして、はい、実は高井さんが2021年の2月にリリースされました著書、高橋洋子のボーカルレッスン残酷な天使のテーゼ魂のルフランを誰よりも上手に歌えるようになる本を読ませていただいたんですけれども、長いタイトルありがとうございます。いやもうタイトルから買うしかないでしょっていう、長いですよね。いやいやいや、もうだってって言っちゃったんですけど、はい、残酷な天使のテーゼと魂のルフランは、ね、もうランキングでも常にトップにランクインする、まあ、いわゆる神曲と言われるアニソンで、もう私もカラオケに行ったら必ず歌う2曲ですし、それを誰よりも上手に歌えるようになりたいと思って本を開いたんですけど、ものすごくこう読みやすく分かりやすく、かつなんですかね、すごく技術的にもこう始めやすいことから結構難しいことまで、こう高井さんがご経験されて生み出されたメソッドを織り込んで書かれていて、すごく勉強に勉強させていただきました。素晴らしい、これは素晴らしい、本当に皆さん読んだ方がいいですよ、うん、もう一回言ってもらっていいですか。皆さん読んだ方がいいですよ。私が皆さんの前に直接立ってお話ししているような本にしたかったんですね、はい、どちらかというともう私と一対一で、はい、高橋洋子です、じゃあ皆さん今日はレッスンしますよみたいな感じでできるように作りたいということで、はい、それに気をつけて制作しました。ライブの時にスケさんとカクさんがいつもいるんですよ。あ、そうですね。うちの場合はダンサーというかコメディアンだから皆さんこんにちは、あれ陽子の部屋へようこそ。私陽子の部屋毎週通いたいです。そうですね、いらしていただいて結構でございます。本当ですか。